you say I've been still making your shadow. I threw too all for me on your way I'll begin. Find me and this world.再度時々考えるの。もしこうなってしまうって分かっていたなら、私たちは今と違っていたのかな。後悔しても意味ないって分かってる。人間も神も過ぎ去った運命を巻き戻すことはできないから。だからあなたは私みたいな誤った選択はしないでほしいの。たまには諦めた方がいい時もあるから。もうお別れの時間ね。はい、副社長。今ちょうど空港のラウンジに着きました。はい、眠っていますね。長時間のフライトでお疲れのようです。お待ちください。今お目覚めになったみたいです。それではまた連絡します。失礼します。はじめまして、コフィンカンパニーの管理部長、中島鈴鹿と申します。申し訳ありません。お休みのところ通話の音が少し大きかったでしょうか。実は本日我が社に就任する新社長を迎えに行ってほしいという指示を受けました。顔つきや服装からしてどうやら私が探していた方で間違いないようですが。やはりそうだったんですね。間に合ってよかったです。急に我が社を買収されたと聞いて、一体どんな方なんだろうと気になっていたんですが、副社長から聞いていたよりもはるかに若くてかっこいい方ですね。いや、変に聞こえるかもしれませんが、別に不純な目的があって褒めたわけではありませんから。あくまで新しい社長とこれからうまくやっていきたいっていうか、そういう理由なので。先週のお見合いに失敗したのは関係ありませんから。
長。そろそろ日が暮れる時間ですね。もしかしてグラウンド1は初めてですか？変わった景色ですよね。あちらに見える光が管理失敗の時にできた大亀裂なんですが、まだ塞がってないので侵食災害がよく起こるんです。でも安心してくださいね。その分侵食災害に対応できるタスクフォースカンパニーもたくさん集まっていますから。私たちのコフィンカンパニーも同じです。それが、社長もご存知かと思いますが、ここ最近様々な問題によって会社の財政状況がとても厳しい状態です。タスクフォースが侵食体を倒して得たエタニウムで収益を上げるのはご存知ですか？作戦に必要な人材管理や装備の維持には多額のコストがかかりますが、諸事情によりちゃんとした作戦はしばらくできていない状況なんです。社長がいらっしゃらなかったら我々は今頃破産手続きを進めていた頃でしょう。倒産の危機は免れたものの、 VIP のお迎えにタクシーを呼ぶ余裕すらなくて、そんなわけで現在活動中の現場隊員は一人のみです。でもあまり心配しないでください。休職中だった小隊長が今回復職したんです。それに社長からの投資金で新入社員も一人増員しました。経歴は浅いですが、他の隊員たちがベテランなので早く慣れてくれると思います。あれ？渋滞のようですね。どうしたんだろう。グラウンド1、都市管理局からお知らせします。現在都心全域で侵食波濃度が徐々に上昇しています。現在の状況からまもなくカウンターサイドエフェクト警報が発令される見込みです。市民の皆様は現場を統制するタスクフォースカンパニーの指示に従って直ちに避難してください。困りますね。よりによってこんな時に。申し訳ございません、社長。どうやら到着が遅れてしまいそうです。副社長に連絡しようと思いますが、他に指示や伝言などはございませんか？要人の救出ですか？承知しました。副社長にすぐ連絡を入れます。あ、要人の顔つきや服装、場所についてはどう伝えますか？
浄化作戦に参加する新規メンバーは各自の指定招待に合流し、登録及び編成の手続きを済ませてください。おや、これは驚きました。もう完全に引退されたと思っていたのですが、師匠。こっちこそお前がまだ生きているなんて心外だな。とっくにどこかでくたばってると思っていたが。久々に会えたマナ弟子にちょっと辛口すぎませんか。何がマナ弟子だ、そんな奴はいない。その照れてる姿、いくつになっても可愛いもんですね。お前と話してるといつも頭が痛くなるな。なんでそんなにチラチラ見るんだ。いいえ、大したことじゃありません。そろそろ遺影を撮影してもおかしくないような方が。わざわざここまでお出ましになった本当の理由は何かなと考えてまして。本当の理由だと？何を言ってるんだかさっぱりわからん。やはり今回の新人のためですかね。わからないと言ったはずだ。はいはい、わかりましたよ。何年も音沙汰なしだったのに、何の前触れもなく突然現れて、それがたまたま新入社員の入社日だった。もちろん全ては驚くべき偶然の賜物ですよね。バカでも信じないと思いますが。黙れ。お前のその舌を侵食体に引っこ抜いてもらった方がいいんじゃないか。まったく。最近の侵食体は根性が足りないので無理かと。まあそんな時が来たら真っ先に師匠に連絡しますよ。それはそうと、資料を見る限りなかなか面白い経歴の持ち主のようですね。カウンター資格評価は管理局基準で C級、 プロのライセンス基準にはギリギリセーフですね。そのくせに我が社が3社目、前職は最長で1週間にも満たなかったようですね。解雇理由はどれ？組織不適応、無謀な作戦進行、命令不服従、給与条件に関する深刻な意見対立。こりゃすごい。ここまでフェンリル招待にぴったりな人材がいたと。てっきり師匠がどこかで年齢詐称でもしてるんじゃないかと思いましたよ。一体どこでそんなネタを漁ってくるんだ。人事情報は機密だろ。管理部の鈴鹿さんにいい人を紹介すると言ってお願いしたんですよ。これから仲間になるかもしれない人ですからね。円満な関係を築くためにも早めに調べておかないと。そういうのを巷ではストーカーって言わないか。できれば僕好みの美少女ならなおいいんですけどね。弟子よ、お願いだからどこか私の目が届かないところでのたれ死んでくれ。
お前が今日から入る新人だな。フェンリル招待によくぞ来てくれた。私は招待長のヒルデ。ヒルデと呼ぶといい。僕は秋山紫龍と言います。平凡で誠実な平野招待員です。招待長、こんなちびっこが。これはとんでもない若造だな。他の人は見当たらないけど、まさかフェンリル招待ってあんたたちだけなの？その通りですよ、皆さん。フェンリル招待は少数精鋭がモットーなんです。これで皆さんを入れて3人になりましたね。三流の会社とは聞いていたけど、これじゃ先が思いやられるな。先に言っとくけど、私は金稼ぎに来たの。無駄なお遊びに付き合う暇なんてないから。だから二人とも足を引っ張らないでよね。もちろんそうさせておくつもりもないけど。師匠、僕は今すぐ惚れちゃいそうです。オリエンテーションは生き延びられたらするとしよう。こちらヒルデ。フェンリル招待の再編成を完了した。原告より作戦地域に突入する。こちらコフィン。招待長の復帰を歓迎します。どうか私の番。呼んでくれるのを待ってたんだ。
呼んでくれるのを待ってたんだ。頭に気をつけてくださいね。
もらった分は働かない。命中。命中。
前方は私が引き受ける。まあ、僕が必要なのでしたら。これでもくらえ。
truth just so the world even in カウンターサイド。フィオネ・ローウェル、参上しました。ヘロー、エイミー・ストリクランドだよ。ところで、フリーダム・ライダーズって聞いたことある？え、知らないの？オフィシャルサポートのキュートなマスコット、アイリ様の登場よ。はじめまして、アスカエンターテインメントの原島めぐみと申します。初対面で失礼ですが、社長に業務提携をご提案したいんです。あ、これは私の名刺です。新人カウンター、広瀬秋です。まさか秋のような前途ある若者を現場に行かせるつもりじゃないですよね？私とご縁のある方というのはあなた様だったのですね。姉、いや、当主から話は聞いています。七原流第一師範、七原千冬、貴殿の敵を切り伏せましょう。あ、天名小春です。侵食隊大事はお任せください。先方は私にお任せください。管理局の有志にふさわしい活躍をしてみせます。
魔女の飛躍が必要だと聞いてきたの。社長、使い道を先に教えてもらえる？私をバカにする奴らはただじゃおきません。新人カウンター、広瀬秋です。まさか秋のような前途ある若者を現場に行かせるつもりじゃないですよね。ユナ・スプリングフィールドよ。コスプレに見えるかもしれないけど、立派な見習い魔女なのよ。対侵食戦を先導するアルファトリックスイノベーションから来ました、鈴木奈緒です。伊藤真由美です。これといった特技はありませんが、よろしくお願いします。遊びには早えな。Thank you.